はい、どうも、豚猫ゲームチャンネルの豚猫です。うわ、寒い。え、洞窟の中でも寒いの？それはまずいな。これは、まずいな。洞窟の中でも寒いはまずいでしょ。うわ、いっぱいある。あと他にはない？他にはなんか重要なアイテムない？ここに。なんかない？もっとなんかこう、とても重要なアイテムとかないの？ないか。探してみるか。ここになんかあるかもしれない。よし。暗いよー、狭いよ、怖いよー。特になさそうだね。木は特にもないか。潜っていけと、ここを。どういうこと？よし、じゃあ潜っていきますか。眠気は大丈夫かな。エナジーバーとかあるし。エコロステーキ。肉食って。どうするかね。この先がどうなってるかはちょっと私もわからないので。未探索エリアですかね。どっち？この下？こんな潜る？さすがにそんな潜らんでしょう。おや？え？合ってるのかな？こっちで。うわー、ちょっと待って、なんかもういるじゃん。なんかもういるじゃん。どうやって戦えばいいの、これ。この状態から。うわ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 、このまま燃えたぞ、あいつ。いや、違うんだ。死体はそこにあるもん。あ、くそ、こっちまで来ない。おお、おお、おお。こんにちは。あれ、届かない。ちょ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 。ゼロゼロアーバー、これ以上持てない。ちょっと全身ゼロゼロしてっか。
ですよ。水の中のはできないんだよね。で、つけっぱなしだから、これを外すと。これ回収していくか。まだいそうだな。足ひれだ。ビビリだった、まだ。やった。ってことは、この先いっぱいいるってこと？まだ。こんにちは。こんにちは。誰かいますか？こんにちは。こんにちは。こんにちは。通りすがりのものですけど。まだこの先潜っていったりとかするんですかね。あらら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 。下は潜ら？あ、いい。あ、そこに到達。どっち？お。進むべき方向を指し示してないので、光の方向に進むしかない。アップ面はね、あれなんだね。アップテープ、声がうーん、もう向こうはなんかない？やっぱね、こう本来行くべき道とは反対の方向に行くことによってアイテムが手に入る可能性っていうのはね、長年ゲームをやってるのは勝手に培うものなんだけど、やっぱ気になるもんなんだよね。反対側なんかないかなは。なんもなかったね。ある時もあるから、もちろんね。今回は何もなかっただけで、ある時もちゃんとあるから。C4 がめっちゃあるんだけど、 C4 はあってもね、ぶっちゃけ点火する、点火プラグさえあれば奥にいるぞ。火炎瓶がここにあるということは、お、こんにちは。燃えて、よく燃えてるよ、よく燃えてる、よく燃えてる。お、よく燃えてる、よく燃えてる、よく燃えてる。きれいに燃えてるよ。お、まだ元気があるんですね。はい、燃えてる、燃えてる。いいよ、いいよ。こういうお年頃でしょ。燃えちゃうお年頃ってやつよ。もしかしたらこれ、手に松明持ってない方が
明るいのでは？逆に松明が明るさの邪魔をしている可能性はなきにしもあらずよ。まだあと1体見えたんだよね。それはね、こんだけ金鉱脈が外側に出てるようなね、洞窟があるんだったら、こりゃあ、いた。くるくる。おっ。よし。ゼロゼロアーマーもらってくよ。若干明るすぎるのかな、手前が。このカサカサ物が落ちる音は本当になんか地盤が緩いのかな、なんかこれ金鉱石らしいんだよね、全部大鉄鋼とかじゃなくて。あ、暗い。 Don't cry。 暗い。Don't cry. Cry. すごい暗い。あ、びっくりするほど暗くて、奥になんか敵いますね。こういう時は。明るくなーれ。これつけとこう。広すぎるからな。あ、真ん中になんか死体があったんでしょ。なんか敵によってはこれで燃えるやつがいるらしいよ。あいつだけかな。本当に見た感じあいつだけだよな、そこにいるあいつだけ。火炎瓶の出番だな。火炎瓶使うときに元生きてる？ほっ。よし。ルミネの弾がいっぱいある。G4 はあって、あ、もうグレネードももういっぱい。なんかないかな。なんか特殊なアイテムないかないかな。お、お、レザポだ。違う。懐中電灯アタッチメント勝ったね、ガハハ勝ったぞ、ガハハ。あれ、そうか、俺まだマウントマウント俺ゲットしなかったっけ。レールマウントあるじゃん。あ、ショットガンレールマウントだよこれ。ハンドガンレールマウントつけてなかったっけ、こっち。あれ、つけてあったと思ったんだけどな。ないね、アイテムね。困ったな。
やべ、ここに来た最大の、ここに来て最大の汚点。まあいいや、とりあえず今はこれで進むしかないな。しかし、なんか、だいぶフレッシュな肉体を持った方々が多いね。俺たちと同じ隊員っぽそうな感じがするんだけど。そう。プレイヤー、そういえば洞窟の水は飲まないよな。なんか知んないけど。やべえのかな。ピタ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 いってる、ピタピタ。ああ、なるほどなるほど、ひたひたするわけだ。ほっ、当たってないな。当たってないな。こっち帰るか。キュービレの弾すごいいっぱいあるね。ここは多分ハンドガンを使うべきステージなんだろうな。せっかく手に入ったあのハンドガンの、ライトモジュールを使って。おやおや。おやおやおや。おやおや。暗くて狭くて怖いね。お、なんだ、あ、お金だ。なんか持ち逃げしようとしたお金を。まだお金が。おー、びっくりした。自分の手が。またか。特になんでこう厄介なところに。もうちょっとこの辺来てくれるとすごい助かるんだけどな。溺れてもらって糸が乾いてる。あ、光ってる光ってる。うめえな。顔がないんだよな。怖いよ。今回デロデロアーマーめっちゃ強いな。エナジーパー、エナドリ、
そうか、ハンドガンアタッチメントはまだゲットしてなかったのか。取りに行かなきゃな。場所は知ってるんだけどね。お、何？ここね、見過ごしやすいところにあるというか。おお！わら。よしよしよし、入った入った。あれ？ここ無事？無事か。水のなかったとあんま燃えないんだよな。全然気がつかない。まだいる。ほっ。ゼロゼロアーマー回収。まだいる？ここ後ろじゃないね、前からかな。もしかしてあれか？あ、やばい。これは聞いて。これは聞いてない。ボーンポイントか。あ、立ったままなくなってる。あれは、こいつは多分バグでそのまま立ち続けるわ。あれは男、あの皮を剥ぐアイコンは出てるのに言えないからね。あ、倒れないから。上とかにいそうだな。上から行くか。下にいたね、赤ちゃんたちがね。あっ、ほっ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 。ワールドボールベーカシクだぞ今。世界が熱中しているよっ。あと1体置いてるのはいるような気もしないでもないけど、上は何もない。まあいるねいるねいるね。ほっ、ストライク。おっ、うん、おついにゲットか。え、何これ。この先に行くってこと？この先行けんのかな。あ、行けない。じゃあ戻るのこれ。え、行けない、この先。降りれない。例えばここでジップガンを使うとか。
あ、ダメだ、撃てない。なんと向こう側に撃てない。あ、撃てないね。回収。え、戻るの？これ単純に？嘘だ。なんかぐるって回れる道があるとかではない？マジか。いや、それにしても、何あれ。まあもともと施設っぽいのはまあもともとあるのは分かってたけど、やっぱあれだな、焚き火を焚くと余計に見えないな。おお、なんだなんだなんだ今の音は。あんまりショートカットの武器を使ってないんですよ。消えたぞ。で、あとは帰るだけ？まあ、目的のものは手に入れたからな。あれ？こんなんだったっけかなーって感じがしないな。あ、合ってる合ってる。多分足ひげもゲットしたんだったよな。ウェットスーツか。上？あ、そうか、ウェットスーツだもんな。水には強いけど。でも、足ひれもついちゃうんでしょ？多分。燃えねえな。止まった？動きが。動き止まったな。デルドラーマーよこせ。そしてどうやらこの先に何体かいるらしい。音がでかい。いる。ロテラーマー一応取っとくか。
や、一気に削られたな。反応感がなかったら考えたくないな。こんなにいたの。このさ、緑色のポッチがついてるのがさ、すごい気になるんだよね。まだいるじゃん。あと、あいつだけだったらこれでなんとかなりそうだけど。いけ。燃えろ燃えろ燃えろよ燃えろよ。まあこれ走り抜けちゃってもいいんだろうな。何が出るか知ってれば、で帰り道がどこか分かっていれば。こっち側は何もないかな。いやー、ほんと目印があるとちょうどいいね。なんかまだいそうな感じがするね。石が飛んできたよ。ほっ、あ、そういえばこれ戻れないじゃん。さっきのなんか石が出てきたあそこに戻るか。こんにちは。それであれか、ここに C4 あったのか。でもあれだよね、 C4 あってもコインとかそういう他のもろもろのパーツがなかったら、ここ積みじゃん。危ねえ、マジかよ。コインなかったら積んでるじゃん。道中でコインなかったしな。いつまでつけてるんだろう、これ。他の倒し方があればいいんだけど、爆弾でしか倒せないからな。多分グレでもいけるとは思うけど。暗いよー、狭いよー、怖いよー。うわ、嘘。おっ。まだか。もうちょっと届いてもいいよなー、この地域が。なんか持ってる？何も持ってないあんた。本当にいろんなとこにいるね、従業員の方々は。ポチョ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 、なんだろうね。あと出口か。全て枯渇した状態で赤さんたちと戦うのはものすごく本当はね、危ないんですよ。
まだ開いて。道中追い打ちかけて殺しに来てるような感じにな。どこに繋がってんのこれ。怖いよね、先がわからない洞窟ってほんと怖いよ。だってもう、あ、やっぱ帰ることはできる。ん、何、え、出口、まさかの出口。あ、まさかの出口。そして冬が明けてる。あ、ここ出口。今どこ。春の到来だ。一応あれか、この上が、あーでもあれか、一回戻らないと、ぐるって回ってこないと、いやそうでもないか、ちょっとあれだな、シェルターを回収したいね、保存した。あれは一回回収すべきかな。もう一回入ろう。まあ、敵は湧いてないと思うから。シェルターだけ回収したいからね。使って、ね、シェルター回収して、潜ります。ウェットスーツつけたら早いのかな。これで敵いたら怖いよな。一応これ持ってこう。でも見づらいか。この先行って、この先行って。潜ってんの？違うよ。ここに戻ってくるはずだから。OK。ここね。うわ、発煙筒怖えな、色合いが。はい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 。お、なんかあった。あ、ドライブか。ドライブ
果てしなく暗いで降りて、投げたぞ今発煙筒。なんで投げたんだ。そこにあるし、よし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 、ああ喉が渇いた、ここの水飲めばいいんさ。うう、ジュルジュル。で今場所どこだっけ。ここでしょ。で、銃が手に入るのはこっちか。どっちだ。あっちじゃないよな。うん、こっちかな。とりあえずこっちまっすぐ行ってみるか。雪なくてもいい。ソリ使えるかな。ほっ、よいしょ、ダダダダー。ゲロデラーマ気持ち悪いな。あ、ダメ、ここから先行けない。あー、石人族。食人族？ウサギ？ウサギだね今の。どうも失礼します。犬かな。よっ、よっ、うー、あ、ぶつかった、ぶつかった、ぶつかった、あれ、ほっ、よっ、ちょっと走って、よっ、よっ、うー、ほっ、よっ、ダメだな、やっぱ、おや、なんかこの辺多いね、ちょっと。デロデロアーマーはね、防御力高くてもね、気持ち悪いんだよね、デロデロアーマーは。水の上を走れるからどうだろう。ほっ、よっ、ふいー、ふいー、おー、いく、早い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 ぞ早いぞ、よし、いいぞいいぞ。潜っちゃうけど、ほっ、よっ、よっ、よっ、いけいけ、あれ、ちょっと深すぎるのかな。よっ、よっ、よし、いけ、いける、いける、よっ、はい、いける、いける、いける、よし、よし、よし、いいぞ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 、よし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 、いいぞいいぞ。どんぶらこー、どんぶらこー。スピードが乗ってればいけるな。よっ、よっ、お、いける。もうちょい坂なら、あ、ここいいんじゃない、ここ、ここ良さそう。ほっ、よっ、お、いけー、川下り。
よいしょー、じゃーん、お、いけるいける、お、いいぞいいぞ、スピードが出た、よし、止まっちゃった。難しいな。もうちょっと川で使えるとより安全に下れるんだけど、川下りができてね。まあ、泳いちゃうからダメかな。まあ泳いでる分はだいぶ安全だけどね。え、何？何君たち？だいぶ元気に泳ぐじゃん。あー、こっちじゃなかったかな。うん、疲れた。ご飯食べよう。あれ？ダメだったか？あ、ダメか。あれだね、なんかやっぱ色があれなんかやばそうな色になってても、なんていうんだ、行ける時と行けない時があるね。名称が変わってたらダメなのかな。あ、行ってた、こっち。なってるでしょ。ここに確かハンドガン、ピストルの、あ、あったあったあった、よしよし。もういっぱいなのか。タープテントで、まあ、一回ここで、ここで一旦、今回の録画は終了しようかな。いやー、セーブして、また次回の動画でお会いしましょう。あ、その前にあれだね。そう、ここで手に入れた、アタッチメントと、ピストルアタッチメントと、ね、どっからどう見てもそのなんだ、この緑蛍光色のこのシールは絶対あれだよね、サバゲーの時の、サバゲー行ったことある人は分かると思うんだけど、サバゲー行くとね、初速チェックっていうのがあって、規定を超える初速を、威力が高い銃は使えないんですけど、そのチェックが済んだよって言った時に、終わった後に見えるところにシール貼ってもらえるんですよね。それがね、これに見えてしょうがない。で、知ってる人は多分わかると思う。で、これにこれをくっつけて結合と。しかも外すことができると。え？明かりは、明かりはどうやって、もうついてるのか、これ。もしかして。明かりはついてる？ついてるっぽいね、なんか。日陰、ああ、ついてる、日陰。
やればね、見えたから。よーし、ということで今回はこれで終了したいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。